にちは。これからハッピーキッチンハンバーガーの作り方をみんなに紹介するね。袋の中身はこちら。お菓子を作る準備をしよう。トレイをハサミで切り、中身を出した袋をハンバーガーシートにして、この上でお菓子を作ります。ハンバーガーシートの作り方を見て、ポテトカップ、コーラカップ、型を作ってね。はじめにポテトを作ろう。ギザギザのついたトレイにポテトの素を入れ、そこに三角カップ2杯の水を入れて混ぜます。指で押して平らにして、レンジで加熱します。冷めたら取り出して、ギザギザに沿ってナイフで切ったら出来上がり。ハンバーガーを作ろう。星マークのトレイにハンバーグの素を入れ、三角カップ1杯の水を加え、スプーンでまとまるまで混ぜたら、トレイのハンバーガーと書かれたところに入れます。指で押して平らにします。星マークのトレイにパンの素を入れ、三角カップ2杯の水を加えます。スプーンでよく混ぜ、パンと書かれた2箇所の内側にある線まで入れます。これをレンジで加熱します。チーズとケチャップを作ろう。ギザギザがついているトレイにチーズの素を入れ、そこに三角カップ1杯の水を加え、よく混ぜます。ハンバーガーシートのチーズの大きさガイドに合わせて伸ばしたら、ナイフで切り、チーズを2枚作ります。次にまたギザギザがついているトレイにケチャップの素を入れ、三角カップ2杯の水を加え、よく混ぜます。さあ仕上げをしよう。型を後ろから押して、パン、ハンバーグを取り出し、ナイフでパンを半分に。ハンバーグは4等分にします。パン、ハンバーグ2枚、チーズ、ケチャップを使ってダブルバーガーを2個組み立てます。コーラはコップの上から1センチくらいまで水を入れます。そこにコーラの素を入れて混ぜて溶かせば出来上がり。かわいいハンバーガーセットの出来上がりです。ハッピーキッチンハンバーガーでした。みんなも美味しく食べてみてね。